いや本当にね、もうこの言い方はもうかなりおじさんで古い言い方になるんですが、新人類ですよね。そうですね、真央選手。はい、そうですね。さあ始まりました、タッグマッチ30分一本勝負。秋山選手はこうやってしっかりとこの真央選手や原島選手の戦いを見るのは初めてですか？そうですね、原島選手の試合はちょっと見たことありますけどね、はいはい、真央選手はいわゆる初めてですね。初めて、はい、選手もまあハイフライヤーですよね。そうですね、で元はといえば中学生時代からプロレスの動画を作ってはアップしてたりというようなね、うん、そういう世代なんですよね。そうなんですよ、秋山選手、はいはい、中学時代に友達と中学生がプロレス技をやってみたみたいな動画をですね、はい、YouTube にずっとアップし続けて、それが高木三四郎の目に留まったという、はいそうなんです。そんな時代なんですよ。そんな時代ですね。高木さんもやっぱりすごいですね。そうですね、まあ、そういう意味であの竹下幸之介選手にしてもね、中学生時代からもう DDT に履歴書送ってたみたいなところがあるわけですからね。そういう彼らが本当にもうトップにねいる時代。まあ、秋山選手、こうやって DDT でも若い選手と肌を合わせたりしてますし、もちろん全日本プロレスでも若い選手を育てていますが、はい、どうですか、この今の最近の20代のね、うん、この若い選手の気質といいますか、プロレスラーとしては。あーどうですかね、まあ、のれんに腕押しというか、まあ、聞いてるのか聞いてないかわからないっていう感じもなくもないですね。最初は秋山選手のね、その時代の基準から言ったら、なんだこいつって思う、びっくりするところもあったんじゃないでしょうか。いやありますね。だけどまあまあもうそういう時代、はい、世代なんだなと思ってもう、はい、慣れましたか。慣れましたね。慣れました、はい、いやそれを考えるとこの真央選手なんかかなりピーキーですね。そうですね、あの宮城弁だったりすると急にある時英語になったりしますからね、はい、イギリスにちょっと何ヶ月か行っていて、かなり英語の方がね、何ヶ月で、はい、何ヶ月で、はい、吸収が早いんです、はい、さあそして飛鳥選手出てきました。飛鳥選手出てまいりました。おお、丸藤直道対飛鳥。いいですね、この2人は共通の指令が多くて何度かやり取りをしたことあるんだけど、リング上は初めてらしいんですよ。あお互いやっぱりこう天才を感じたいというふうにね、飛鳥選手も言っていましたし、丸藤選手もすごいこのリング上で飛鳥選手と戦うのは楽しみしてましたね。まあ、日本初のジェンダーレスレスラーなんですが、もともとのバックボーンは飛鳥選手、アマレスです、はい、アマレスなんですよね、だからレスリング勝負もねできますしね、うん、そして気の強さを持っています。まあ決して丸藤というのも油断できない相手です。まあ、この丸藤選手も非常にここ数年はリング上でフットワークの軽いところを見せています、うん、そうですね、ノアに限らずいろいろな団体に出たり、いろいろな相手と戦ったりと。どうですか、秋山選手もそういった、はい、まあ、丸藤選手をはじめ、はい、各レスラーのそういったフットワークみたいなものは結構注目されてますか？はいはい、そうですね、まあ、あのフットワーク軽い人は僕が結構軽かったので。そうですよね、確かにそのね、鮮明を、はい、あー、おー、四角から飛んでくるトラスティックを読んでいました。さらにセカンドロープから巻き投げ、誘って加速をつけて、おお、ラブファドーラー、何をしてくるか読めません。さあ問題はね、その宮城県タッグで原島丸藤に挑むわけですけども、はい、まあ、同郷ではあるんですが、真央と飛鳥の相性ってどうなんでしょうかね。どうなんでしょうね、でもなんかそういうこう、その村田さんのおっしゃるこう新人類同士な感じでこう感じ合えるところがあるんじゃないですか。ただまあお互いの性格や天才肌同士なので、どっち2人とも暴走しちゃうとね、抑える人もねっていう可能性はあるかもしれないですね。まあ、もちろんレスラー個人個人にそれぞれのプライドはあって譲れない部分もあるんでしょうけども、まあ、原島選手や丸藤選手になってくると、それも持ちつつもやっぱりうまく相手に合わせたり、戦況に合わせたりということはもうできるでしょうから ね、 そうですね。私この丸藤選手が相手の手を離さないでこう
チョップ打ったりするのってすごくこう秋山選手の匂いを感じるところがありますね。いやいや、これは川田さんですよ。川田さんでしたか。今これは完全に川田さんでしたね。川田さんブームでした。やっぱあの川田さんの厳しい攻撃っていうのは、はい、当時の全日本に席を置いていた選手というのは何かしら影響を受けているんですかね。いやまあね、こうやってやるってことは受けていますね。そうですね、はい、秋山選手はなんかそういうのはあるんですか。僕ですか、はい、いやまあ僕はまあリズムというかね、うん、その攻め込む時のそれはまあ、見習いましたけどね、はい、いわゆるその形に見える技というものでは特にないないですかね、まあ、ひどいことはしてますけどね。ひどいことそれはよく、はい、存じ上げております、はい、まあでもこの飛鳥選手も当然 DDT にレギュラー参戦している、まあ、フリーという立場ですがベルト狙ってますからね。そうですね、なんか真央選手といろいろ面白いことをやってもいいし、その辺はなんかちょっとこれからおい面白いことをしていきたいなというふうにもね。秋山選手もやっぱ参戦してみて分かったと思うんですけど、はい、ものすごい個性の集まりじゃないですか、DDT って。まあね、はい、で 選手も多いですよね。多いですよね、はい、今若い選手も増えてますからね。この中で上に上がっていくっていうのは相当大変なことだと思うんですが、そうですね、まあ、でも何か他のちょっと、ね、違うものがあれば上がっていくんじゃないですかね。そして、まあ、いつか、ね、お客さんの前でまた再びプロレスをやるようなことになれば、そうですね、そういったこと、おえげつない。今のアックスボンバーはズバリといきましたね。こういった瞬間瞬間の勘の良さといいますか、カウンターの合わせ方、天才的ですね。そうなんですよね。まあ、秋山選手は丸藤選手はよくね、その天才肌、はい、そしてひらめき型などと言われていますが、はい、そういったところをやっぱ共感できますか。ひらめきもありますけど、まあ、よく考えてますね。考えている、はい、まあ、考えてますよ。まあ、オリジナルの、ね、技とかも多いですしね、やっぱ日々考えてそれが作り上げられたと思うんでね。あえてそれを見せないだけで、うん、なるほど。ただその瞬間瞬間のことじゃなくてちゃんと考えている。いや、考えてますよ、はい、それはもう若い頃からですね。彼がもう入ってすぐぐらいからもう、その頃からですか。いやいや、もう彼はもう他の人とは違います。あ、これもトリッキーな動き、全くガードできませんでした。カウントは2。丸藤のだから真似している、ね、選手もたくさんいると思いますからね。あ、そうですよね、はい、だそういうのが欲しいですね、オリジナルがね、DDTの選手にも真似される存在になる、うん、ですね。お、よく見ている、今度は見ている、スピンキック。アスカにとっては、ね、丸藤というのはまさにプロレス界の巨人と言ってもいいでしょう、うん、今の自分がどこまでこの丸藤に通用するのか。おこれ何か狙ってますよ。マオト、ダブルのケブラーだ。あー、でもやっぱアスカ選手きつそうですね。そうですね、でもそこでお大丈夫かっていうふうにね、ちゃんとマオ選手も声をかけていたので、そのあたりはこう気持ちが通じてるかなと。あとやっぱマオ選手の何か大人の部分をちょっと見たいな、うん、見ましたね、はい。やっぱ相手の体をね、こうやってリングに入れる、立ち上がらせる、コントロールするってだけでも、これ秋山選手大変ですよね。いや、体重がね、だいぶ違うと思うんですよね、はい、かなりしんどいと思いますよ。飛鳥選手にしても多分相当久々の試合だと思うんですよね。なので試合感とかスタミナ、そういったところは普段とは違うでしょうね。そのところシューティングスターからライオンサルト、丸藤に対して集中攻撃、カウントは2です。やはり取るなら丸藤か、うん、欲をかきたいところでしょうね。大きな勲章になりますからね。スナップメイヤーから、これもがっちり首筋に一発を叩き込みます。ここまでの動きを見て秋山選手、この真央選手どうですか。なんか目が戦ってないですね。お、目が戦ってない、目が淡々として、あ、
ら淡々としますね。いやまだそれが新人類なのかそれは分かんないですけど、なるほど、まあ、でも普通ですね。それはねあるかもしれません。あーマオ選手いつもそうですね、あんまりこう向きになったりしないところが面白いところではあるんですけれど、はい、田中将人戦でねむき出しの感情を、ね、見せましたけどもね、あれに驚かされたぐらいですからね。決してねその手を抜いてるわけでも本気になってないわけでもないんですけども、この表情あれがマオスタイルですよね。そうですね、なるほど、それがもっといやどうもわかんないですね。だからそれがねお客様にそれが受けてんだったらそれはそれで、はい、実際に秋山選手が戦ったね渡瀬瑞希選手なんかもう目からギラギラとしたもの、はい、もう溢れ出るような選手ですよね。まあ、僕はまあそういうのを求められてるんじゃないかと、相手にね、相手に対してそれを引き出すのもね、そうですか、真央対秋山なんてなってくると、うん、引き出されてきますかね。ピストドロップセンターセンターラックだ。丸藤選手相手にしてもいつものね、マオスタイルを変えません。変えないですね。いやでも変えない方がいいかもわかんないですね。彼はねこのまま行った方がいい、面白いかもわかんないですね。DDT の場合はね、高木三四郎大社長もそうですけども個性を伸ばす、ね、そうですね、伸び伸びとねさせているところは多いでしょうからね。パリューコスタープレス、ちょっと丸藤が攻め込まれています。もともとその運動神経良かったりするとなおのことその必死さみたいなものを、ね、伝わりづらいところがあるのかもしれないけどね、と思いますね。そう、どうも、これはアスカの得意技であるチョークスラムを、ああそれは許さない、きた、すごい、このね丸藤選手の逆水平はね、そうなんです、狂気です、いわゆるこうパワーファイター的な人ではないんですけど、めちゃめちゃ皆さん痛いって言いますよね、丸井選手のチョップは。切り裂くチョップだとご自身おっしゃってますからね、うん、なるほど、重さよりもね、ムチみたい、ムチみたい、はい、なるほど、あーこれもよく見ている、頭が違うとアピール、なんという強心臓。丸井選手に向かって頭が違うはなかなかないですよ。出た、ドロップキック、さあしかしここは限界か、一度原島の方にスイッチ、原島がトップコーナー、来た、顔面ギリ、ぐっと一気にトップコーナーに持っていきます。さあ原島の世界にマウナを飲み込まれる、あっという間に流れを変えていきました。なだらしきブレンバスターからそのままフォールに行く、カウント2です。秋山選手、この原島選手の印象はどうでしょう。印象、優等生、優等生いや優等生なんです。まあ、特に、まあ、DDT の、ね、本当に長男的な、ね、存在ですね。いろんなことがあっても原島に任せておけば大丈夫とい う, こう絶対的な、ね、安心感はありますよね、原島選手に対して。DDT 一筋、 DDT を愛し続けてきました原島です。でもどうなんでしょう、秋山選手その優等生という評価は、まあ、いろんな意味があると思うんですよね。はいはい、まあ、どうですかね、僕の試合のところには入ってくるかどうかちょっと分かんないですね。優等生じゃないところがまた見えてくると村上選手も面白いんですけれども、毒がどっか見えると面白い、ね、毒がね、はい、秋山選手やっぱ毒のある選手は好きですか。いや毒対毒でなるほど、ご自身を毒だと、毒、いや僕らはどう考えても毒ですミサイルキックアスカ、確かにあまりにも強すぎる毒に当てられた時の原島選手というのは、うん、ちょっとね怖い部分を見せてきますからね。そうなんですよね。おお顔面です、容赦のない一撃、ま
まあ、逆に言えばその、ね、優等生をそのままなんだろうな、かなぐり捨てる相手がいないっていうのかもしれないですね。なるほど、その余裕をね、誰かが壊してくれるほどの相手になかなか今巡り合ってないんだとすると、確かにね、原島選手の場合はこういう、言ってみれば外敵でもある丸藤選手だったり、まあ、そしてベルトを奪われた相手でもある田中選手、田中雅人選手とも戦ってもよし、組んでもよしというそうなんですよね意外にその割り切り、うん、すごく爽やかな割り切り方を持っている選手です。スワンダイブボディープレス、おお、どっから飛んできました、どっから来ました、カットの範疇超えてますね、アスカに託しましたね。さあ原島ルージに対して見事ジャーマンスープレックスホールドン、マオが丸藤を抑えきれませんでした。出た、この伸びるトラスティックからさあ行くか、いや打たせない、打たせない、かわしてアスカ、ジャーマン投げっぱなし、さあ試合権利があるのはアスカと原島ですよね。サンドイッチ小艇から、さあこれ決めるか、ダブルのチョークスラム、今後頭部もう一球打ちましたね、おー危ない、追い込まれた。いやでもね、アスカの方は必死さが出てますね、必死ですね。このチャンスを、この DDT のビッグマッチでの大チャンスを、変なところに入りました、ケンさんが。原島にはまだ余裕があった、ファルコンアロー、マオ、さあここが勝負どころとなるか、踏ん張りどころか、スピンキック見られた、コー、もうぴったりでしたね。四角から飛んでくるトラセからリバースフランケンシュタイナー、そしてなんだなんだ、あ、後頭部への効果、そうまとこれは返せない、フルコースでしたね、あれはひどいですね、あれはひどかったです、秋山選手から見てもひどいと思う、勝者原島、そうですね、お互いの一発一発フィニッシャークラスですから、本当ですよ、しかも背後からのこうでしたからね、まあまあでもね、それを引き出したっていうのもありますね、17分24秒、いや特にね、やっぱこの今日の戦いにおいてはアスカ選手の原島丸打ちとやってやるっていう思いは相当伝わってきましたね、ほとんど出てたんじゃないですか、それの印象しかないですけどね、そうですね、アスカの印象、アスカ選手の印象がやっぱり秋山選手のね、はいはい、強く残ったと、そうですね、お、何か丸打ち選手が、そうですね、丸打ち選手の方から近寄ってきました、お、しかも手を、さあこの手をどうするか、どうする、あ、お、なんかやるじゃないか的な表情に見えますけれどもね、さあ自分の力で立てということか、立たせて、おお、あ、これ多分飲みに誘ったんだけど断れましたね、やられちゃいましたね今度よかったらと、はいはい、はい、多分嫌だって、あ、なんかそう言われてみればそう見えました、嫌われちゃいましたかね、いやでもいい顔しますね、本当にね、最後